いいじゃないですか。いいですね。うん。うん。すごい、これ、ヒカルちゃん、もう4歳の、子があって、もう僕の、こう、ちょうど行ったっていうのを拾って、イメージ湧きやすいようにしてくれたんですね。いやいやいや。まだの、ヒーヤンのお子さんって言いそうなところをこう止めつつ。4歳の女の子。4歳のでね。めちゃくちゃイメージ湧きました。うん。なんか、はい。ポイントとしては、リフレクションとしてのポイントとしては、このポエムを誰が書いたっていうふうに、こう設定してあげると、3人でも4人でもこうやってやるときに、絵がその立場で、描くだと描きやすいのかなと。さっきのサップに乗ってるお兄さんかおじさんか、子供の人だと、あんまりイメージが湧けなかったかそうら、ですね。で、私はあの人は、勝手なイメージで、ちょっと仕事に疲れてサップに来たっていうイメージを持っちゃったから、ちょっとその青い海、綺麗な太陽の下でやってるけど、なんか仕事のストレスが、どんどんこう、浄化されていくっていうイメージの話になったかな。ザブーン、ザブーンって言いながら、こう、一個一個、こう、ストレス捨てれる。でも、今のは、すごいイメージがなんか共有できた感がありました。そうですね。ねえ、そうです東ね。京、名古屋、大阪なのに。すごい、すごい合体できた感合じが。体できましたね。なんか、こう、さっき、黒沢ひかるちゃんが、こう、まあ、真っ白な、こう、キャンバスに、こう、まあ、好きに、こう、描いていく自由度っていう話があったと思うんですけど、ただ、ある程度、僕はですよ。僕はなんですけど、全くその真っ白のキャンバスなんですけど、1回目は何一つ、その何を描きたいかとか、どうしようかっていう構成すら何一つなくてですね、そのまま行くと、やっぱりこうイメージがないまま行くと、なんかこう、なかなかこう、逆に言ったら、こう、イメージあった方が、お二人のイメージとこう、融合させやすいんかなと。多分、2回目は結構イメージが僕、キッチであって、で、お二人のイメージもある程度分かったので、融合させやすかったんですけど、僕自身1回目イメージ持ってなかったんで、やっぱりこう、なかなか、その融合ってさせにくいんかなと思いました。自分なりのイメージ持ってる方がいいのかなと思いました、僕は。ある程度、はなるほなどるね。ほど。今日はどうですか？僕は、そうですね。1回目のに関しては、まあ、ポエムっていうところで、その、絵を作ろうって感じだったんですよ。特に写真だったんで、その絵の中で起きているであろう事象、現象だったら、何でもいいかなぐらいのイメージしかなかったんで、だから、全然もう、こう、自分が持ってるイメージというよりも、皆さんが行っているイメージを膨らまそうみたいな感じだったんですね。で、2回目はかなりもう、人物像が、ちょっとこう、特徴的じゃないですか。4歳、子供で、女の子で。だからその4歳の子供が発想しそうなこととか言いそうなこととか表現しそうなことっていうことを考えてたぐらいですかね。もうあとは本当もうお弁当できた、ああ、お弁当いいな、お弁当に降ってくるのはなるほどなのでいないなっていう乗っかる感じで、そんな感覚でしたね。なんかイメージ持った方がいいか悪いかは、どう、なんか、人に
のかもしれないですね。人によると思います。今ちょうどいい、どちらも、はい、どちらの例も出ていい、いいんじゃないですか。うん、そう思います。どっちも OK っていう。ないと、やっぱりこう、うん、もう本当に、あの、指針がなくって進めづらいって人もいれば、うん、あると、例えば、状況にもよるのかな。例えば私も今回はすごい4歳の女の子のイメージはむちゃくちゃこうも降りてきて、はあ、すごい楽しそうにもうなんか花びらのイメージがなんかここで、うん、なんか4歳の女の子がアンハッピーなイメージってあんまりないのかもしれないよね。うん、うん、で音あのなんか家族で連れてきてもらったみたいな、うんうん、ここだから余計こうハッピーなイメージかなと思ったんですけど、うんうん、その前の前に戻って前の前の前かまな板の上のあの魚に戻ると、はい、あそこはイメージに縛られすぎて困ったから、うんうんうん、あの時はストーリーっていう側のイメージを持ちすぎたからかな。うん、はいはい。と相反する方向に行きそうなことに対して、うん、言ったらそのなんか魅惑の魚がこうそのゆらゆら動いてるのに死んじゃうっていうことに対してのなんかすごいこうあの衝撃自分の中ではいはいが拭いきれなかったっていうのがあるかもしれない。うん。うん。うん、基本的に、うん、私もどっちもあり、どっちもやる。うん。はいはい。研修でデモンストレーションするときは、うん、で特にそのやったこともない人で、一人で研修に行って、アシスタントもいなくって、そこに参加してる人の中で、デモンストレーションお付き合いしていただいて上がってきてもらってっていう時はとにかくイメージは全然持たずに、うん、その人が持つイメージをもう可能な限り聞き取って拾って回すを意識するけど、うん、パフォーマンスとして舞台に立つ時はなんかエゴが出ちゃうかな自分、やっぱりこう、やっぱりよく見せたいっていうエゴが出ちゃうなっていうのは、これも録画してたりもするから、若干エゴが出ちゃったりする。なるほどね。でも、ファシリテーション、あ、すいません。ファシリテーションっていう観点から見たときには、はい、やっぱりこう、イメージを持たずに、あくまでイエス相手に対してイエスアンドって考えた場合、まあそれこそこう、こっちのそのイメージは一回こうリリースしといて、する方が、まあ好ましいですよね。ファシリテーションって考えた時にはね。はい、うん。姿勢としては、うん、こっちが、ね、なんか持ってしまう、うん、握らなくって、もう、かも、もう、OK、なんでもいいよって、いう姿勢で入れることを、うんうん、そうですね。じゃあ向こうからしたらすごい安心感も出て、うん、どん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 こう逆に出してくれますもんね。どんどん投げてくれるから、はい、うん、うん、そうですね、うん、はい、修行します。なんか聞いてて思ったんですけど、うん、やっぱり両方ともあっていいと思いますし、うん、で、自分はこっちだなっていうのが分かったら、それはそれですごいコツだと思うんですよ、うんうん。いつも私は何もなしで言ってる。いつも私はもうこれを、このアイデアを持って言ってるっていうのが発見できた時点で、まず一つ成長ですし、じゃあ今度逆の方ができるようになろうって言って、意識したら、もうそれってやっぱ人間の幅がどんどん広がっていくことだと思うので、うんうんうん、まあそれが分かって、時点すごい儲けもんだなぁなんて思いましたね。なるほど。ね、両方できるようにしていくって言ったら、もうそれはコミュニケーションとして人の幅が広がっていくことにつながるので、うん、最終的に、あ、両方できるわ、
っていうのを目指して、もう今はこっちだけでいいとかっていうので全然いいかななんて思いましたね。その相手によるよね。その、はい、両方できるようになってたら、本当にノーアイデアの人がそこに存在したときに、やっぱりこっちがアイデア持ってあげないと、動けないから、うん、なんか動ける一歩としてのアイデアを提供する。はいはい、全部言ってしまうんではなくって、方向付けになるようなアイデアを提供してあげて、うんうん、その上でその人が乗ってくれたら、なんかその人がイメージが出てくるようなサポートに回るとか。うん、素晴らしいですね。うんなんかオールマイティになれるためにもやっぱりこう訓練ができると、うん、はい、そうですね、そうですね、うん、深いですよ。いや、なんかすごい僕勉強になりました、うん、これほんまにこれ僕コミュニケーション取る時もそうで、うん、例えばまあそれは友達でもそうやし、同僚でもそうやし、生徒でもそうなんですけど、やっぱり自分自身のこう、聞いて吐き出させてるつもりなんですけど、実はそうじゃなくて自分が欲しいことを言わしてるというか、なんか自分のイメージありきで、でなんかその自分が欲しいことをなんか誘導尋問じゃないけど、なんかそんなことしてる部分って結構あるなと思いながら、うん、なんかすごい勉強になりました今のは、はい、うん、なるほど、いいですね、はい、うん、なんか本当にそのインプロってゲームだから、はい、ゲームって本当に地がれるというか、なんかもうその素の自分というか、うん、うん、なんか自分の思考の傾向、行動の傾向、リフレクション、なんかリフレクトするんだよね。あ、うん、自分って普段そうだなとかっていう気づきに出会えるから、うん、なんか本当すごいおすすめ。なんかその最初のすごい最初の方の動画に戻るんですけど、コミュニケーション、その自己肯定感が上がる、まず自分と向き合うことを、うん、ある意味ちょっと強いられ、自分と対峙するよね、うんうんうん、だって人とコミュニケーション取って、人とこうゲームでこうやるんだけど、うん、なんか今日いろんなゲームやってリフレクションするたびに、あ、私ってこうやわっていう、なんか自分の行動の傾向、思考の傾向と向き合っちゃってる。うん。うん。繕えない。なるほど。うん。ですね。うん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 。そう。大事ですね、それは。大事。うん。その自分を知るっていうのは。うん。うん。意外と知らないですもんね。そう。と同時に、なんかそのやっぱりこう即興でさ、こうやっていかなきゃいけないから、こう自分がどんどん解放されていくというか、うん、うん、なんかこう隠しきれないというか、うん、さっきもなんかこう自分のエゴが出ちゃったって言ってたんだけど、もうまさに本当にあのなんかこう、あ、私ってアーティスティックなものにすごくやっぱりこう美しさを感じるというか、アーティスティックが好きだっていう自分っていう、うん、うんうん、なるほどね、うん、そういうことか、うん、素晴らしいですね、インプロ。インプロ本当にだからみんなにやってもらいたいなと思いますね。楽しい、楽しいしね、単純に、うんうん、そうそう、